guess you were lost when I met you. Still there, what sees in your一郎、9歳にして9針の傷を持つ男。ふん。ちょっと聞きなさいよ。痛えな、何すんだよデブズマ。邪魔なのよ髪溶かすのに。あんたなんか髪がないんだから鏡に用はないんでしょ。そうじゃなくても鏡の前はレディーの陣地なのよ、覚えておきなさい。レディーってなんだ。レディーっていうのは上品な女性とか素敵な女の子のことを言うのよ。そんなことも知らないの？呆れたバカね。天に代わって成敗。これ一郎ちゃん。うわあ！なんだよ、吉川のばあちゃんか。急に現れたらびっくりするだろ。もう朝飯は食べたのか？人ん家に上がるには朝が早すぎないか。そう思ったんだけど、一郎ちゃんに一郎の。一郎が死んだのは本当に俺のせいじゃないぞ。うるさいわね、何喋ってんの。吉川のばあちゃんが一郎のことで怒りに来たんだ。違うよ一郎ちゃん、そうじゃなくて。誰もいないじゃない。え？あんたのバカには本当付き合ってらんないわ。もしかして吉川のばあちゃん。面目ない、結構年だったから。そのぽっくりと。ぽっくり死んじゃったの。一郎、そういうことは冗談でも言っちゃいけないんだよ。だって本当に死んじゃってお化けになってここにいるんだもん。ああ、また言った。お母ちゃんに言いつけてやる。ああ。どうすんだよ、母ちゃんに言いつけられちまうだろ。死んだからっていちいち来るなよな。実は一郎ちゃんにチロの子供のことを頼みに来たんだよ。あのちびすけが一人ぼっちになっちゃうから世話してやってくれないかね。何言ってんだよ、俺自分の世話だってできないのに、あんなちっちゃいやつの世話できるわけないだろ。どう頼んでもダメかね。子供に子供のこと頼むなよな。どうしても。ダメだね。一郎、母ちゃん。母ちゃんじゃないよ、あっぱらからろくなことしないんだから。とに言っていいことと悪いことがあるんだよ。そりゃシャレにならんぞ一郎。吉川のばあさんだったらいつ死んでもおかしくないんだから。シャレじゃないよ、本当に死んだんだ。あ、一郎がまた言った。それでお化けになってチロの子供のこと頼みに来てるんじゃん。来てるって？うん、今じいちゃんの隣にいる。一郎、だー、見たかよ今のじいさんの真剣な顔。もうおじいちゃんはすぐ本気になって聞くから。あ、おじいちゃんの腕がサブイボだらけだ。皮膚が生きてる証拠だね。花田さん、花田さん。はい、はいはい、花
吉川のばあさんが亡くなった？本当かそれ？これ見ろ。本当に見たの？吉川のおばあちゃんのお化け。ああ、見た。嘘つき！そうじゃない！嘘！嘘だ！言いなさいよ！言ってよ！やめとけ！おはよう。どうした、花田？や、山崎先生。朝から兄弟喧嘩か？あ、おはようございます。くしゃ、よくもやったな。こらこらこら、喧嘩もいいがほどほどにしなさい。よくも山崎先生にひどい顔を見せてくれたわね。ひどい顔ならいつも見せてるだろ。私死にたい。死ぬなよ。あ、もう死んでみんなしておいらにあしろこしろって言うつもりだろうけど、そうはいかないぞ。けど大往生だよね、88なら。今朝草取り仲間のおばあちゃんたちが迎えに来て見つけたんだって。ばあちゃん一人暮らしだったからな。遠い親戚はいるらしいけど、家族は犬のチロが残したあのチビちゃんだけだったもんね。おチビちゃんどうするのかしら。誰か引き取ってくれればいいんだけど。なあ、どう思う？え、ほら、一路の言ってたこと。やだ、偶然でしょ。嘘から出た誠っていうか。ばあちゃん、今日は葬式だろ。自分の葬式やってんのにこんなとこにいていいのかい？いい、どうせ今頃は火葬場だよ。自分を焼くところなんかあんまり見たくないし、それよりずっと大事なことだから。またそれをやる気だな。大人のくせにおとなしく留守番している子供を脅すなんて。でもそんなことで俺が言うことを聞くと思ったら大間違いだぜ。いいかばあちゃん、この頭の9針の縫い傷は伊達じゃ。一路じゃ。わかった、父ちゃんが帰ったら頼んでみる。え、本当かい？ありがとう、一路ちゃん恩に着るよ。あのチビの引き取り手を見つけるのは至難の技だな。なあ、絶対引き取らせちゃいけねえのは花団地だな。ああ、確かにあんなちっこい犬、一路が一日と生かしちゃおくまいよ。そうじゃなくても、花団地は火の車なんだから、犬一匹飼ったら家が傾くべよ。なんだと？父ちゃん、いらしてくれよ。ふざけんな、俺んちは今だってネズミを100匹も養ってんだぞ。うまい、つらそうだ。なんだ。どこお留守番してればよかった。じいちゃんも。おい、イチラッチャピン、お父ちゃまのお帰りだぞ。しゃもってこい。おい、イチロ、明日にでもあのチビ犬連れてこい。え、誰が何と言おうと花田財閥の一員に迎えるぞ。え、名前は花田次郎、花田家の次男坊だ。おい、ちびすけ。おおおお、いっちゃんいないよ。ちゃんと探せよ。あら、あの犬ならもういないわよ。え、お葬式の後でね、親戚の人が迷惑かけないようにって連れて行ったのよ。え、どこに？そう、
保健所？そうなんだよ。一刻も早く引き取りに行かないと、あの子が安楽死させられたら。安楽死ってなんだ？会いたい？したくはないよ。安らかに楽に死ぬってことだから。なんだ、痛くないのか。焦ったぜ。何ほっとしてんだい。死んじゃうことには変わりないんだよ。ほら、一郎ちゃん、もたもたしてないで。もたもたったって出すもん出さなきゃ動けないだろ。人が便所に入ってんのにわがまますぎるぜ。だってこうしてる間に、もし注射でもされちまったら。注射？注射は痛いじゃないか。とにかくこんなことで死なせるわけにはいかないんだよ。あの子はチロが命がけで産んだんだから。それはイチロちゃんが一番よく知ってるだろう。分かってくれたようだね。じゃあ早速保健所へ。あ、おっと、うっかりうなずくとこだったぜ。冗談じゃねえよ。ばあちゃん自分で行ってこいよ。ねえ、いっちゃん、うんちまだ出ないの？お化けじゃ相手にしてくれないよ。見えないんだから。だから一郎ちゃん、俺は行かない。注射が大嫌いなんだ。何言ってんのさ、男の子だろ。じゃあ自分で行けよ。だからお化けは見えないんだよ。ねえ、誰と話してるの？しないとダメですね。ちっちゃすぎる。よし、そうしよう。何だったんだ今の。そんな手に何度も引っかかるもんか。見なきゃこっちのもんだもんね。だったら仕方ない。ババア、オイラが言うこと聞かないからって。なんだよてめえら。どうなってるんだ今日は。おい、今度はどうしたんだ。まったくとんでもない坊主だ。どうしてあの中にいたんだ。それは俺が聞きたいよ。それよりもよくも原骨をくれたな。何か用があるから保健所に来たんだろう。え、ここ保健所なの。なるほど、なんて無理やりなババアなんだ。保健所なら用はあるよ。ただしオイラに注射しようったってそうはいかないぞ。注射なんかしないよ。本当？本当に本当だな。本当に本当だ。で、何の用でここに来たんだ。犬を引き取りに来たんだ。名前は花田二郎。黒い耳つき帽子をかぶったようなちっちゃいやつ。
ああ、あいつお前の犬だったのか。まだあいつ安楽死してないかい？間に合ったかい？間に合うも何も、野犬かやむを得ない場合でなければしないさ。え？あのババよくも落としてくれたな。でもその犬ならもうここにはいないんだよ。まったく何がなんだか。え？突然何かが子犬を連れ去ったんだ。いや、はっきりとは言えないけど、あれは黒い犬だったような。あ、きっとチロだ。あ、ちょっと待った。お前には犬との正しい付き合い方をきっちり指導してからでないと返すわけにはいかないぞ。犬には囲まれるわ、原稿はもらうわ、説教されるわ、指導されるわ、全部吉川のババアのおかげだ。あ、うんこもしゃぐったし、おのれクソババア。いや、一郎ちゃん悪かったね、ちょっとしたすれ違いでさ。この落とし前はどうつける気だよ、ばあちゃん。一郎ちゃん、それなんだい。保健所のおじさんがくれたんだ。よかったじゃないか、一郎ちゃん。なんかムカつく。一郎このバカ、どこほっつき歩いてたんだい。ソータくんがずっと探してたんだよ。便所で消えたら誰だって心配すんだろ、バカ。かわいい。そっか、いっちゃんワンちゃんを見つけてたのか。なかなか利口そうな犬だな。すっごくお利口よ。ね、お母ちゃん。ああ、まるで言葉がわかるように言うこと聞くんだよ。ははは、そんなにお利口か、チロくんは。よーし、それじゃ、父ちゃんが犬小屋を作ってやろう。まだ小さいから玄関の中に置いてやるといいな。そばに便所も作らんとな。え、うちの中に便所作るの？いつ？今すぐ作ってやるよ。任せろ、父ちゃんはデイグだぞ。ほら、一郎が壊して役立たずだったテレビが中身を取ったら、なんと素敵なジロちゃんのお部屋に大変身。じゃあ便所っていうのは、じゃーん。あー、草加せんべいのカンカン。あー、それじゃ確かにあっという間。それのどこがデイグなんだよ。笑ってないでちゃんとしたの作ってくれよ。
ったな、こんな時間に。便所に入るとババアの怖い顔を思い出しちゃうんだよな。中に催してしちゃったんだろ。ジロの便所だぞ。こんなでっかいのジロがどうやってすんのさ。するよ、こいつはたくさん食べるんだ。やめろよ、人がクソ食ってる時に飯の話するのは最低。本当に俺じゃないってば。どれどれ、おじいちゃんが見れば人間のものか犬のものかすぐわかる。これは！あー！あのババアが悪いんだ！おじいちゃん！おじいちゃん！ピチロ！死んだ人のせいにするなんて！あの大人なんだ！何やってんだ、じいさん！おじいちゃん！Don't pretend you're sorry. I know you're not. You know you got the power to make me weak inside. And girl, you're leaving me breathless. But it's okay, 'cause you are my survival. Now hear me say.Can't imagine life without your love. Even forever don't seem like long enough. Every time I breathe, I take you in, and my heart beats again. Maybe I can help it, keep me drowning in.川に魚釣りに来たんだけど、なんだか変なやつがオイラをじーっと見てるんだ。おい、お前お化けだな。オイラにお願いしようったってそうはいかないぞ。なんたってオイラは遊ぶのに忙しいんだからな。なんだよ、そんな恨めしそうな目でオイラを見るなよ。イチロ、お母さんを助けて。